ルイ・ブラッサン・ルイ・ブラッサンは、ドイツ生まれのベルギー人ピアニスト、作曲家、音楽教師、ブラッサンとも表記される。本名の姓は、ドゥ・ブラシン、アーヘンに生まれる。父親は、舞台俳優であった。6歳の時ハンブルクで、最初の演奏会を開く。翌年、父親が、ライプツィヒで職を得たため、自身は、ライプツィヒ音楽院に入学して、イグナーツ・モシレスに支持する。 1848年、8歳のトキシュターでにおいて、5歳の弟と共に演奏会を開いた。1857年に、ベルギーにおいて、初めて、ブラッサンの名で演奏会を開く。1866年から、ベルリンシュテルン音楽院に学ぶ。ブリュッセル王立音楽院のピアノ教授に任命されると、1869年より10年間、ベルギーに定住して、 祖国の音楽界で重大な役割を果たした。1878年にテオドル・レシェティツキの後任としてサンクトペテルブルク音楽院ピアノ科教授に就任。サンクトペテルブルクにて没。ブラッスさんはリハルト・ワーグナーの数多くの作品をピアノ用に編曲しており、またピアノのための小曲をふんだんに作曲した。主要な門人にエドガール・ティネルやワシリー・サペルニコフがいる。 弟に、レオポルト・ブラッスさんと、バイオリニストになった、ゲルハルト・ブラッスさんがいる。両者はいずれも、シュテルン音楽院やベルンに学び、たびたび一緒に演奏旅行を行った。それぞれ自分の楽器のために作品を残している。ありがとうございます。